へへへ、教えない。ちはやマップができたら自分で見てみてね。詳しい解説とちはやで採取できる場所を紹介するから。てへへ。それじゃしょうごくん、あ、そうだ、お姉ちゃんに映画誘われたよね。いつ？ああ、よかった。お姉ちゃんってさ、しっかりしてるみたいに振る舞ってるけど、本当は全然ダメなんだ。遠慮っぽいんだよ。特別の日なんだから、もう誰かと約束しちゃってるに決まってるよとか言っちゃって。だから私が念を押しておいたの。どうせ誘うなら絶対翔吾くんの誕生日、それしかないよって。うん、翔吾くんのお誕生日だから。うん、9月14日を。聞いたんだけど、間違ってるの？そう、よかった。翔吾くん、じゃあね、バイバイ。君も大人になったのかな。あたしじゃダメかな。翔吾くん、あたしと行くっていうのはダメ。君も変わったんだね。じゃあ公開日当日がいいな。土曜日だし、一日も早く見たいから。翔吾の誕生日のお手に入れたんだ。頑張っちゃったぞ。よかった。もう君は大人で、コーヒーはブラックで、変わっちゃってて、昔の君でないからタモルにはちっとも興味ない。そういうこと。翔吾くん、ほら、君は忘れちゃったかもしれないけど、昔翔吾に誕生日プレゼントもらって。私、楽しみにして待ってる。私の方は何もあげてないでしょ。それっきりだったから、ずっと気になってたんだよね、あれのお返し。だが、お次はノーサンキューってやってみな。ちゃうちゃう、これはグッドラックだ。教えたろ。
どこ？ノーサンキューだよ。ほら。なんだ翔吾、俺今ちょうどバイトから戻ったとこだぜ。どうだ？俺には聞こえなかったぞ。な、どうもや。新しい家がお気に入りでウキウキなんだよ。ここで何しに来たの？何を？理学じゃねえよ。そーれトモヤ、取ってこい。見てみたい。行っちゃうから、だからキーナ、そしたら
ももちゃんへの思いも止まらなくなっちゃったんだよ。私だって好きで離れたわけじゃない、仕方がなかったのよ、わかるでしょ。きなちゃんにはそれがわかるはずよ。なのに、それなのに、きなだって、初めはこんなことしたくなかったよ。でも苦しくて切なくて、胸の奥がグーって締め付けられて、キーナにはトモちゃんしかいなかったんだよ。昔から、ちっちゃい頃からずっとトモちゃんのことが大好きだったんだよ。キーナちゃんのこと、トモヒトのこと信じてたのに。変わったんだよ、キーナもトモちゃんも。変わった、この人、そうなの？アイカ、俺は…そうだよね、トモちゃん。キーナ、俺は…どうなの、トモヒト。なんとか言ってよ、トモちゃん。私とキーナちゃん、どっちを選ぶの？トモヒト！だから、俺は怪しいと睨んでたんだよ。デートなんだって、かなたさんのバイクで。俺は前からそうじゃないかって思ってたぜ。え？かなり前からそんな気がしてた。
見て見てこれ。ミフ、来たのね。あれ、どうしたの？つゆ草摘んじゃった。まだ咲いてるなんて夏の忘れ物かな。つゆ草じゃなくてその格好。ミフちゃん、平気？でへ、こけちゃった。大丈夫なの？なんともない？もうお姉ちゃんだば。大丈夫。お姉ちゃんったら本当に心配よさ。転んだおかげで、つゆ草見つけたよ。ほら、綺麗でしょう。わあ、ほんと綺麗な青い色。まるで、空の一番に深いところをひとつまみしたみたいな、素敵なブルーでしょう。うん、そうね。リフの表現はいつもユニークだね。店長と会ったよ。カナタさんも一緒だった。ヘルメット買うんだって。ああ、確かそんなこと言ってた。駅ビルで買ってから行くって。そんな、まだその辺にいるってことかな。じゃあタモル、俺に